さあで今日はヒーローインタビュー、もちろんこの人はブランドン選手です。そしてスタンドにお越しのライオンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはプロ初ヒットがホームラン4打点の活躍、ブランドン選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まず打球がスタンドに吸い込まれた瞬間、どんなお気持ちでしたか？そうですね、打った瞬間感触が良かったので、伸びてくれと思いながら、回ってました。そして実際に入った瞬間はいかがでしたか？そうですね、初ヒットだったのでとても嬉しかったです。2ボールからの3球目だったと思いますけども、どんな意思だったんでしょうか？サインがエンドランのサインだったので、打ちに行った中で、結果がホームランになったので、とても嬉しいです。ホームランボールは手元に戻ってきましたか？はい、戻ってきました。そのボールどうされますか？そうですね、すぐ両親に送りたいと思います。そのご両親にはどんな思い持っていらっしゃいますか？そうですね、テレビで見てくれてると思うので、はい、自分も嬉しいです。それにしてもその後送りバントにタイムリーヒット、そして犠牲フライ、本当に中身のある打席だったと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか？そうですね、1打席1打席集中して、チームが勝つために一生懸命考えながら打席に入りました。こうした結果がですね、大学時代過ごした北海道で達成できた、このあたりについてはいかがですか？そうですね、大学時代に縁がある北海道でこうして初安打初ホームランを打つことができて、とても光栄です。そして5打席目は大学の先輩玉井投手との対決もありましたが、いかがでした？そうですね、自分自身もワクワクしながら、対戦できたんですけど、三振してしまったんで、次は頑張りたいと思います。さあ、まだプロ生活は始まってまだ4試合目ではありますけれども、今後の意気込み、ライオンズファンの皆さんに一言お願いいたします。明日も試合が続くので、1試合1試合必死に、チームが勝つために自分も一生懸命頑張って、明日からも一生懸命頑張っていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。プロ初ヒットがホームラン4打点の活躍、ブランドン選手でした。さあというブランドンがね、両親も見てくれていたはずということでね、伝えていましたが、本当に嬉しい一日になりましたね。そうですね、本当にこうご自分を育ててくれた、大学ですか、その地でこういう活躍ができてね、沖縄出身で、東農大、北海道オホーツク校で、最後はね、同じ大学の先輩にあたる玉井との対戦にねなったという中で、最後は三振に終わりましたけれども、初めてねブランドンも、アウトになったという最終打席でした。